紹介します。ストックランドはレンタカーやタクシーで行く方法と、ケアンズ市内のバス停から乗り換えなしの133に乗っていく方法があります。時刻表は要項欄をチェックしてください。今日はロビッサです。アクセサリーショップ、ここはたくさんのアクセサリーとか売ってる。こんなのとかいろいろ。あ、これコールってなってない？カニ、カニ2個で19ドル。あ、すごいカラフルで可愛いかもしれない。どうですか？これも2個で19ドル。これ可愛くない？あ、こういうのが全部好き。いいね。旅行で来て食べたらいいと思うフルーツとかジェームシャール、ここにおすすめの、日本になさそうでおすすめの、あるかな。これ何？フィンガーライムです。これライムで指みたい。そうそう、これね、フィンガーライム、結構かわいいビーズみたいなライムの粒が出てきていい感じ。多分日本にないのはこれかな。パパイヤ、パパイヤ結構種一つ庭に置いといたらもうぐんぐん伸びてすごい強い植物です。誰にもにないと思ってた。これ何これ？これスモモだね。これうん、スモモ。ちっちゃいピーチ？ピッチ、ちっちゃいピーチじゃなくてスモモだね。で、いちご、いちごもね、日本のと比べてめちゃくちゃ酸っぱい。これ、まあ、これココナッツだよ。じゃあこっちだ。これココナッツよ。こっちがココナッツ。これ何よ？これパパイヤよ。で、これも結構メロンみたいな感じですごい美味しいから。メロンだよ、これ。そうだよ。これ、これ、これがオレンジカンディーメロン。これがブロックメロン。ホテルに帰って食べれる感じで結構美味しいです。ハニー、フレッシュハニー。これナイトマーケットでも売ってるハニーで、色が濃い方が栄養分があるんだけど、味は同じです。ここはドラゴンコーク、ドラゴンコークって言いそうだった。ドラゴンゴートで、こういうのはいろんなものを売っています。雑貨屋さん？小物屋さん？なんか一人系リジェクトショップみたいな。リジェクトショップみたいな。ドラゴンもあるね。そうそう、こうよくテーブルとかに置いて、キッチンとかに置いて、なんかちょっと低く見えるみたいな、置物みたいな。あ、帽子あるじゃん。これあの AFL のタグか。そうそう、 AFL のね。でほら、ちょっとハリーポッターみたいじゃない。あー、そうだね。これなんていう、忘れた、あのホグワーツの、あの忘れた、チームチーム忘れたけど、ウェンティーズです。アイスクリームとか売ってるお店。これ、タッポニューで作られた、こう、食べ物屋さん、なんか、まんじゅうかな？肉まんぐらいよ。肉まんも売ってる。見て、ぷっくり。クリスマス食べね。お外の殻を食べて、中にちっちゃいのが入ってる。そう、同じ普通のサイズのが入ってるんだよね。ビッグ W でーす。お菓子コーナーでしょう。やっぱり、オーストラリア来てオーストラリアのお菓子持って帰るでしょう。これ、あ、これは食べたらなんかサワーなストロベリーの味。これやばいのが入ってて、この中のオプション見たら、マシュメロ、草、グリーンアップル、マシュメロ、ロツのエッグ、ソーセージ、レモン、ソープ、やばいじゃん、石鹸じゃん。ソープがあるじゃん。と入ったもの。あ、スイカもある。花こそ味とかなくなったんだね。これちっちゃい甘い靴みたいで、つぶつぶ、つぶつぶ、そうそう、つぶつぶで食べたらなんかちょっと色の味みたいな。ジェームスはピンクだからちょっとだけあの味見して、ストロベリーくらいだったと思う。オーストラリアの有名なチョコレートの詰め合わせです。見ごれはバリのものだけど、この焼きそばも結構美味しいから、ぜひぜひ。ビーチタオルもいろんなの売ってます。本のところです。ビッグ W の本は普通の本屋さんよりも安くて、年齢層的には赤ちゃんから大人までいろんな商品があります。こういう大人買いコーナーとかもあったりとかして、本当に本が安いです。で、おすすめは簡単に読めるドッグマンとか、このウィーズは中学生英語です。このゴールドブックシリーズはすごい長いこと有名な本です。で、こうよく赤ちゃんのための本だね。そう、赤ちゃんをエデュケーションするための本だね。
これギリシャ神話を現代風にアレンジしたみたいな内容です。オリンピアないね。どうしたんだろうね。ここは大人用のコーナー。スターウォーズがあるよ。スターウォーズ。トリーハウスはなんか始めちゃったから、始める本からどんどんあの上に行くと13個のストーリーずつ増えるの。トムゲイツも読み切りだから一冊だけでことわかります。でこの本のシリーズが今小学生の女の子に大人気です。ジュエリー屋さんです。5900円とか。これが165ドルどうでしょうか。1ドルとか2ドルコインとかでやれるものもある。ボールを入れれば入れるほどチケットが出てくるらしくて、58個チケットが出てきた。ピンポン玉を光っているすべてのマス目に当てるゲームです。チケット出てきた。何枚だった？これ全部足すと99ポイントで何がもらえるかな。はい、JB です。ここはたくさんのなんていうおもちゃがある。おもちゃ？おもちゃ？電気製品。そうそう、電気屋さんだからね。ドローンもあります。ここにもノートも売っています。でパソコンコーナー。パソコンは日本と同じみたいな感じかなと思うけど、なんかねパソコンすぐ壊れる。インセンティブに着きました。ここでは本とかあるけど、ビッグダビューで見たような大きい本はない。こういうニュースエージェンシーはアダルトっていう表記がめちゃくちゃちっちゃくて、あのヘアヌードっていうかそういうののモザイクなしが売ってあるから、子供は一人で歩かせないように気をつけた方がいいと思います。こういうケアンズも最近こういうオタク系の雑誌も増えてきて、コミックのオタク系の雑誌とかも売ってます。アジアかなみたいなのも流行ってきてます。ウォルマートに着きました。なんか美味しいニュースない？そこの広寿司だよ、匂いは。なんかパンの匂いした、はじめ。パンの匂いがした？焼きたてたかもしれない。じゃあ、ウーロンアースでお土産に買っていったら良さそうなものとか、ホテルで食べれそうなものを紹介してください。ここでは、先にパンちょっと見てみる？パン見てみる？ここではなんかドーナツもあるし、なんかミニドーナツで、これはシナモンの、なんかちょっと甘いシナモンのパウダーがついてて、ここではパンとか取るのマーガリータダンパーロール。ダンパーはないけど、これ自分で作るカバロバセットで、この白いところだけ入ってるから、お家に持って帰ってフルーツのっけて食べましょうみたいな感じです。結構おいしいし、日本に持って帰れます。ママ友とかとグリーンアイランドに遊びに行くときは、こういうホールのチキンを持ってってランチにしてます。まずです。まずはこのパケットにちっちゃい20個があって、これはサクサクな、多分あのちょっとだけナッツとあのスティッキーで硬いカラメルパックで、この後有名なソフトドリンク、レモネードがおすすめ。レモネードがおすすめな。昨日クリーミーソーダ飲んだ時、おすすめ。レモネードが好きだった。10個で6ドル20です。ここはポピュラーな石鹸、違う、柔軟剤でファブで、かなりいい匂いがするんだよね。そう、ファブめちゃくちゃいい匂いがする。なんで？ここではホールゲートがかなりポピュラーで、ペパーミントが多分よく売られてるんだと思う。そうなの？
私はこの歯磨き粉が好きです。結構コーヒーとか飲まなくても歯が白くなったなって結構感じます。日本から脇臭を持ってこなくてもここで売ってます。ターゲットに着きました。じゃあターゲットでお土産に良さそうなものっていうのはどんなのがあるかな。バスタオルケアンズの人はビーチに行って敷物に使ったりとかもするので、かなり厚手の作りのものとかもあります。犬用の服とか、あーバスケットもある、バスケットもあるし、赤ちゃん用品とかもいっぱいあるし、赤ちゃんの部屋のデコレーションとかどうですか。コアラさんかもしれない。ふわふわの抱き枕とかもあるし。コースに着きました。これ弁当箱です。あ、弁当箱を入れるための、冷たくするためのもの、ちょっと文房具を入れるもの。レトロフデリガルスが欲しい。チムタムは定番中の定番で2個で500円、2個で5ドルです。今ねこのクッキービスケット系も意外に美味しいです。これはシェイプスベジマイト味で、本物のベジマイトは結構日本人に不評だけど、これは美味しくて、しかも8人とシェアできる8パック入りです。ジャンピーズはこれ何ていう、これは6パックで、ジャンピーズインドネシアのソフトビニガーとかで、チップスの形はなんか膨らんだあのカングルーちっちゃいけど、テレビでケムシに着きました。ここは健康食品とか美容品とか置いてるところです。スノーグローブのはずだけど、ね、自分で作れってやつかな。あ、これバブルマスクインサイドベースだって。あー、なるほどね。あー、このハンドクリーム結構かわいい。バスボールもある。ボディバターもあるよ。ボディバターもある。ジェームスボディバター買っていかないといけないよ。え、だってプールに行くからさ、パサパサになっちゃうもん。あ、このマニキュアのセットかわいい。今日はストックランドを紹介しました。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。